ここで昼休憩にしよう。じゃあ昼食を作りますんで、ちょっとお待ちくださいね。この窓コンロすごくない？知り合いから譲ってもらったんですよ。お目が高い。これはうちの一押し商品の窓コンロ。魔力を通すとすぐに火がつく。いちいち火起こしをする必要がない。今なら破格の金貨50枚。高っ。てなことがあって、ネットスーパーで買ったお手頃価格のカセットコンロなんだけどね。やっぱあったかいものがないとわびしくなるからな。いただこう。あん、おいしいですわ。このスープも実に味わい深い。こんな柔らかいパン食べたことね。初めてだ。そんな貴重なものを。それなら遠慮なくいただこう。この任務受けて正解だったね。最初はたった一人の護衛なんてしょぼいかもなんて思ったけど。向田さんには向田さんの事情があるんだろう。突っ込んで聞くつもりはない。その代わり食事は期待してるんで。了解です。